今回は迷惑ドキュン、顔面燃える、について解説していくぜ。顔？どうしてそんなことに？この事故は周囲に全く配慮せずに騒ぎまくるドキュンに、思わぬ形で悲劇が降り注いだものだ。ちなみにドキュンという言葉は今は広く使われているが、霊夢はこの言葉がどこから来たか知っているか？確かに自然に使っていたけど、由来みたいのは知らないよ。日本でドキュンという言葉が使われ始めたのは、1990年代終わり頃になる。きっかけは1994年から2002年まで放送されていた目撃、ドキュン、というバラエティ番組だ。この番組は、主に悩みを解決したり、会いたい人を探したりする、いわゆる感動系だった。感動系だったのに、ドキュンなんて言葉が生まれたの？ああ。この番組には一般の人が出演していたんだが、その人たちの多くが非常識な若者だったらしい。そして当時、彼らの軽はずみな言動が話題になり、ネットの掲示板を中心にこの番組名から、ドキュン、をローマ字で DQN、と表現し、これが広まっていったようだ。なるほどね。そんな由来があったドキュンだが、今回の舞台は日本ではなくアメリカのテネシー州だ。テネシー州はアメリカにある50もの州の中で、面積は上から36番目と小さい州ではあるが、自らミュージックシティ、と名乗るほど、音楽が盛んな州で、街中が音楽で溢れている。テンション上がりそうなとこ？そんないい一面がある一方、テネシー州の一部の都市は治安が非常に悪い。どれくらい悪いかというと、アメリカに存在する514もの都市の中で、ワースト2にも選ばれたことがある都市が存在するほどだ。あんな巨大なアメリカでワースト2って、相当危なさそう。その都市では盗難や窃盗は日常茶飯事に起こり、日夜警察との戦いが繰り広げられている。さらに建物と建物の間では、ドラッグを吸っている若者グループが溜まっていたり、犯罪組織などの違法な取引なども行われている。うわぁ、想像するだけで怖いよ。そんな光と闇の側面が色濃く混ざり合う年で、2008年の夏に今回の事故は起きた。その日はじりじりと太陽が照らしつけ、気温は35度を超える猛暑日だった。熱中症にでもなっちゃったのかな？その日のお昼過ぎ、十数人の20代後半の男女のグループがとある場所に集合した。彼らはその場所の目の前にあった一軒の空き家に向かい、家の周りに貼られてる立ち入り禁止のテープを気にする様子もなく、テープをまたいでずかずかと空き家の庭に入っていった。え？そしてまずはカラッカラに乾いた喉を潤すため、各自で持ち寄ったお酒を片手に乾杯。そして大音量で音楽をかけ、ノリノリな状態でバーベキューの準備を開始したんだ。勝手に空き家の庭でバーベキューやるとか非常識すぎるでしょ。だな。そんな彼らの中で、ひときわ目立つ女性 A がいた。A はこのグループの中でも群を抜いた美女で、綺麗なロングヘアに露出の多い格好だった。彼女はいつも男性に囲まれてチヤホヤされている存在だったため、バーベキューの準備には全く加わることなく、ひたすらお酒を飲みながら踊ったり、ぺちゃくちゃとおしゃべりして他の人が肉を焼いてくれるのを待っていた。こういう人、いるよねー。準備をしている間にもバーベキュー会場にはどんどん友人が集まってきた。特にこの日は2、3年ぶりに再会する人たちも多く、彼らはいつも以上にテンションが上がっており、まるでお祭り騒ぎのようになっていた。話は尽きることなくどんどん盛り上がり、周囲を気にせずに大声で話したり笑ったりしていたんだ。それに合わせるかのように音楽のボリュームもガンガン上げていき、全員が集合した時点で改めて乾杯をして、またこの状況に拍車がかかっていった。中には飲み芸をする人も出てきて、飲むスピードもぐんぐん上がっていっていたぞ。ノリがまるで大学生みたいね。こんな状況もあって、近くの住民たちは相当困っていた。爆音や騒がしい声はもちろんのこと、彼らが乗ってきた車が道を塞いでしまっていて、一部の道で車が通れなくなってしまっていたんだ。そんな中、近隣に住んでいた男性が勇気を出して、もう少しボリュームを抑えてほしい。あと車の移動をしてほしい。と彼らに伝えた。彼らは適当に返事はしたものの、全くもって対応しようとはしなかった。マジで迷惑なやつだね。だが、自分たちの好きなようにバーベキューをしている彼らにこの後悲劇が起きる。何があったの？バーベキューの火を強めようとした一人の男性があることをしたことで、なんと近くにいた人たちに火の手が襲いかかったんだ。その中でも特に被害が大きかったのが、
火元から3メートルほど離れていた、例の美人女性 A に引火してしまったケースだ。え？周りにいた友人たちは慌てて彼女についた火を消そうと試みるも、その甲斐もなく、みるみるうちに女性は燃えていってしまった。最終的になんとか消し止め、A は病院に搬送されたが、顔や上半身に重度の火傷を負って意識不明の重体となった。なんでいきなりそんなことになったの？この原因は、A の髪の毛に火がついてしまったためなんだ。事故が起きた時 A は火元に背を向けた状態だった。そのため火の粉が髪の毛に着火したことに気づくのが遅れ、気づいた時には洋服や体へと火が燃え広がっていた。顔と上半身が燃えていくとか怖すぎる。でも A は3メートルも離れたとこにいたんだよね。なんでそんなところにいる人に火がついたんだろ？さっき私が男性があることをした、って言っただろ？そこが今回のポイントになってくる。確か火を強めようとしてた時だね。そうだ。その時一人の男性が、火の中にジェル状の着火剤を追加したんだ。ちなみに着火剤とは、火がつきにくい木炭や薪などの着火と燃焼を楽にしてくれるアルコール燃料のことだ。だが、火がついた後に着火剤を使うと炭の温度が急激に上がり、継ぎ足した着火剤を通じて、火が容器の中に入るという危険性がある。そうなると着火剤の容器が中から爆発し、火のついた着火剤が散らばってしまうんだ。今回の場合まさにそれが起きてしまい、離れたところにいた A の髪の毛にまでも引火してしまった。特にジェル状の着火剤の場合は粘着性がある分、簡単に払い落とせないのも今回の被害拡大につながった。なるほど。また、A の髪の毛は長かったことから、スタイリング剤を使用していたことも多少なり関係していると考えられる。スタイリング剤には可燃性の成分が入っているため、これも火の燃え広がるスピードを加速させることになる。さらに彼女が着ていた洋服が、たまたま燃えやすい素材で作られていたのも、被害の加速要因だった。これは着衣着火、といって、毎年のように日本でも事故が起きている原因でもある。ちなみに燃えやすい素材の例を挙げると、綿やレイヨン、ビニロンなんかがある。反対に燃えにくい素材の代表例はウールとされている。洋服の素材なんて肌触りとかくらいしか気にしたことなかったけど、火が関係する場所に行くときにはそこまで注意していた方がいいのか。だな。ちなみに A はなんとか意識は回復したものの、顔や上半身がかなり焼けただれてしまう結果になった。騒いで迷惑をかけていたうちの一人とはいえ、さすがにそれは同じ女性としては辛い。ちなみに今回の事故はアメリカで起こったものだが、日本でも2015年から2020年の5年間で、キャンプ用品が原因で起きた事故は183件もあり、そのうち7名が亡くなってしまっている。1年で30件以上も事故が起きてるんだ。そういう計算になるな。特にこれからの時期はバーベキューもやるだろうし。まだまだキャンプはブームだと思うから、もっと件数が増えてしまう可能性もある。そうだよね。でもどんなことに注意していけばいいんだろ？まずは今回の事故原因にもなった着火剤について注意をしてほしい。さっきも言ったが、着火剤を使用することで火起こしが簡単にできるようになる。そのため、今ではキャンプやバーベキューをするときには欠かせないアイテムになっているぞ。ちなみに着火剤の種類はスタンダードな固形をはじめ、ジェル、布や紐状など、いろいろなタイプがある。その中でもジェルタイプは持ち運びが便利だし、自分が火をつけたい場所に濡れる点。さらに固形の着火剤よりも火がつきやすいという大きなメリットがある。ふむふむ。火起こしに自信がない場合は、固形とジェルの2つを一緒に使うという場合もある。やり方としては、まず固形着火剤を設置して、その上に小さな炭を乗せる。そして炭の上にジェルの着火剤を塗り、火をつける。火がついたらまたその上に炭を乗せよう。固形、炭、ジェル、炭の順番ね。ここで注意することは、火がついたらくれぐれも着火剤を継ぎ足しをしないことだ。特にジェル状の着火剤は便利なので、使う人も多いだろう。しかし継ぎ足しをしてしまうと、今回のようにはぜて火が飛び散ったり、一気に火が燃え上がり、火事になってしまう危険性が非常に高い。この原因は、ジェル状の着火剤の成分であるメチルアルコールという成分が関係している。メチルアルコールは別名メタノールとも言うぞ。メタノールって聞いたことがあるような。あ、確かアルコールランプの燃料がメタノールだったよね。その通りだ。そしてこのメタノールの特徴が危険性を上げてしまう。どんな特徴があるの？
ここでは大きく二つだけ紹介しよう。まず一つ目は炎が目に見えにくいこと、だ。メタノールの炎の色は薄青色で、太陽の下だと火がついているかどうかわからないレベルになる。なので火がついているにもかかわらず、その上から着火剤を継ぎ足してしまう人がいる。その結果、事故が多発してしまっているんだ。ちなみに火がついているかの確認方法はシンプルで、トングなどで燃えやすい紙を持って、着火剤の上にかざすことだ。なるほど、メモしておくよ。特徴二つ目は揮発性が高く引火しやすいこと、だぜ。揮発性が高いということは、つまり常温で蒸発しやすいということを指す。そのため、バーベキューの準備をしている時に、ジェル状の着火剤を絞り出したりして放置していると、メチルアルコールはどんどん蒸発しながら、爆発性の混合ガスを作っていくんだ。これによって着火剤に火をつけた瞬間、爆発する可能性が上がってしまうぞ。バーベキューやキャンプの時って、いつでも火をつけられるように早めに準備しがちだけど、火を起こし始めるまでジェル状の着火剤は出さない方がいいんだね。だな。まとめると、着火剤を出したまま放置しないこと。そして火の近くに置かないことを意識するのが大切だ。ちなみに細かい使い方については、着火剤のラベルに記載されているため、使用時は必ず確認をしよう。もし着火剤が怖くて使いたくない場合でも、チャコスタやバーナーなど、今は便利なものがいろいろあるから、自分に合ったものを選ぶことも大事だと思うぞ。了解だよ。他にもバーベキューで注意した方がいいことを3つ紹介しておこう。まず1つ目は火の消し方、だ。火を消すときは炭に水をかけてしまう人もいると思うが、それだと高温の水蒸気が発生して火傷のリスクがある。そのため、火がついた炭を入れて、蓋をするだけで火が消える火消し壺、などを使うといいぞ。ふむふむ。2つ目は食中毒のリスクを知っておくこと、だな。高温多湿な環境でやることが多いバーベキューでは、食中毒のリスクが高いのは言うまでもないだろう。しかしテンションも上がり、お酒も飲んだりすれば、ついついその可能性を軽く見てしまうことがある。そしてそれを表すかのように、毎年のようにバーベキューで食中毒は発生しているぞ。なので、まな板や包丁は除菌してから使用する、きちんと食材に火を通す、出しっぱなしにしないなど、この食中毒事件の動画でも伝えたような三原則も忘れずに行ってくれ。オッケーだよ。最後は場所の確認をすること、だ。最近だとバーベキューの定番とも言える河原や公園でも火の使用は禁止になっていることが多い。そのため、事前にバーベキュー可能な場所なのかを確認しておこう。また、水辺近くでのバーベキューでは、子供から目を離さないことも忘れずにな。大人も調子に乗って流されないように注意が必要だよね。ああ、これもよくあるが、お酒によって川に飛び込みなくなるケースは多い。実際に、超有名事故でもあるドキュンの川流れ、のような事故も多数発生しているからな。確かに。現在は世界的なコロスケによる影響で、自宅でキャンプ気分を楽しめる家キャン、も人気だ。だが、広いキャンプ場や屋外のバーベキュー場と違い、家には物も多く隣の家との距離も近いため、より注意が必要になることは忘れないでほしい。また、キャンプ中は楽しくなってしまい、ついつい自分たちのことだけを考えがちになるが、今回のドキュンたちのように、周囲への配慮も忘れないようにしてほしいところだ。家キャンだとなおさら注意が必要だね。ああ、実際に。夜遅くまで庭で騒ぐのは勘弁してほしい。洗濯物に匂いがつくからやめてほしい。といったネットの書き込みもあるからな。確かに洗濯物の匂いありそう。さて今日はこの辺で終了しようと思う。ご視聴ありがとうございました。